アーチェリー部に所属しておりました。高校は全く軽音楽部でした。せっかく大阪から出てきて環境も変えて何か新しいことがしたいと思っていた時に、ちょうどあのクラスメートがアーチェリー部に入ってたので、それで紹介してもらってって言った感じです。新しいものしたかったです。あ、やってよかったです。集中力つきましたし、物事を冷静に見れるようになりました。感情を起伏させちゃダメなスポーツなので、常にこう一定でいたいなっていうふうには思えるので、そこの意識がつくようになりました。性格自体は変わってないと思います。物事の捉え方というか、そういったところが変わったかなと思います。